こんにちは、ファンナの塚本です。今日は結構皆さんが気にしているその小顔カットについて細かく解説しながらカットをしていきたいと思います。顔をどうやって小さく見せて女性を魅力的に見せるかっていうことをいつもすごく考えながらヘアデザイン作ってるんですけれども、ヘアデザインで作れるこう顔を小さく見せる可能性っていうのはめちゃくちゃ深いと思うんですよね。でそれを今日は少しずつ紐解きながら、やっていきたいんですけれども、まず僕がすごく大事にしているのはモデルさんをよく見るということですね。彼女は、もちろん美人です。めちゃくちゃ可愛くて顔型も綺麗なんですけれども、その中でもやはり顔型を分析しないといけないんですよね。でその分析するときにやっぱり必要なのが理論っていうものがあって、その理論にのっとって顔型を正確に判断しながらヘアデザインを作っていく。そこに、モデルさんへの似合わせとかお客さんの要望というものを足していきます。モデルさんのお顔立ちを見ると、この目から顎までの距離がやっぱり少し長く感じられて、横幅が少し狭く見えるので、どっちかというと綺麗な顔立ちの中でも面長寄りなんですよね。でそういうことをしっかりと顔分析をしながら、彼女の顔はどこの比率が何対何でどういうふうに見えるのかっていうことを分析するながらやることによって、正確にヘアデザインを作ることができるので、彼女の顔は面長ということですね。で次に見ないといけないのが両方の目の大きさ。こちらの目の方がモデルさんはかさが高く見えますよね。でこちらは逆に横が切れ長に見えます。そうするとかさが高いということは目が丸く見えやすいです。丸く見えるということは優しく見えたり、例えば女性らしく見えたりっていうことにつながるので、こっちの目が出るようなヘアデザインにすると少し、可愛らしいとかそういうイメージになります。逆に言うと反対側の目を見せるようなヘアデザインにすると少し知的だとかシャープだとかそういうふうに見えることができるんで、前髪のデザインとか分け目のデザインを考えるときにはこの目の形というものも非常に重要になります。で次に骨格をちょっと見ていきます。私たちその日本人の骨格とか顔型っていうのはどうしてもこうフラットに見えやすいんですよね。メリハリをヘアスタイルで作ることによって欧米人のような立体感のあるヘアスタイルを作ることによって、当然全身バランスに見た時とかに顔頭で全身の中でのバランスがよく見えて、よりスタイルアップするっていうところを目指していくために骨格もしっかり見ます。彼女の場合はここが少し出ているのと、そのここが出ていることによってやっぱり少し上がフラットに感じます。後頭部は結構綺麗ですね。ただボブに切ってるのでメリハリがないので、どうしても頭のこういう抑揚が見えないので、この彼女の顔型に似合わせたこのフォルムを作ることによって小顔かつスタイルアップということを今日はやっていきたいなと思ってます。で、具体的にじゃあ髪型をどうしていくのかというと、面長をカバーするためにやっぱりこのサイドの部分にこうボリュームが出るようにしながら、少しメリハリがあるちょっとこういうくびれのあるスタイルにしながら、顔周りはもう少し彼女の目鼻立ちを生かしながら、顔のこの縦の長さを少し短く見せるようなデザインで、前髪をもう少し作るようなデザインにして、より彼女を小顔にかつスタイルアップしていきたいと思いますので、期待していてください。今モデルさんシャンプーして髪を濡らしました。で今日は片上のデザインなので、フォルムのメリハリをつけたい場合はベースカットはウェットでします。で逆にこう肩より長い人の場合で、少しこうルーズなスタイルとかを作りたいときはドライカットでそのフォルムとかを作っていったりするんですけれども、目の高さ、傘がある方の目を彼女の場合は出して、少しその優しいフェミニンな印象を作りながらデザインを作りたいんで、少し分け目を左振りで、左振りにすることによって少しここに隙間が生まれやすいので、そうすると先ほど言ってたようなこちらの目が見えることによって、目の印象を際立てたデザインが作れるということになります。フォルムをしっかりと、きちんと切りたいっていうのがあって、その再現性ということをやっぱりすごく重要視して切っています。お客さんが家に帰ってその自分でシャンプーをして乾かした時に
まとまる紙のその形っていうのがいかにお客様が労力をかけずにシンプルに、理想の形になるのかっていうのを僕はその再現性の定義としているので、とにかく乾かしただけで形が決まるスタイルということで、こうブラントカットでまずきちんと形を作るということにこだわります。ちょっとこのインチの長い力のある、ハサミでまず今からベースカットをしていきます。しっかりと斜め45度下に向いてもらいながら、まず後ろの部分を放射線状にしっかりとコーミングをしてアウトラインを切っていきます。まあ、今回は少し襟足が外に跳ねるような感じにするので、スクエアなシルエットになるようにアウトラインを切っていきます。で、指1本分のグラデーションでまずアウトラインを少しずつ頭の丸みに合わせながら丁寧に切っていきます。で、彼女の場合は、この首の長さもすごく長いので、ビフォーの長さだとやっぱりこの長すぎて首が長くこう見えづらい、首がでも長く見えるとやっぱりこうヘアスタイルとしてはすごくバランスがよく見えるので、その首の長さとこの肩、この流れの位置も考えながらこのアウトラインを切るとすごく、ヘアデザインが綺麗に見えると思います。で、次にサイドに行きます。で、頭を起こしていただいて、で、サイドも同じように丁寧にコーミングをしながら放射状にまっすぐ後ろからつなげていきます。髪は必ず落ちる位置で切ることによって髪をまっすぐ正確に切っていきます。結構こういうふうにブラントカットでこう形を切ると毛先がやっぱり硬くなりやすいんで、優しく見せるために初めからこういうチョップカットみたいなのをしたりすることもあるかと思うんですけども、チョップカットで毛先を斜めに切っていくとどうしてもその時間が経った時に髪の毛のその根元の生え癖に影響されて毛先の流れがやっぱり起きてしまうので、その流れを起こさないためにフラットに切るために必ずまっすぐのブラントカットで形を切っていきます。それが結構こだわりになってます。これで今アウトラインが切り終わりました。今日はちょっとフェイスラインをダブルフェイスラインで切っていくんですけれども、ここにボリュームが来るように顔の周りもレイヤーを入れるために、まずこのフェイスラインに今から1段目のレイヤーを入れていきます。で、まずイヤーツーイヤーで取ってもらって、顔周りのレイヤーをハイレイヤーとローレイヤーに分けて切っていきます。で、なぜそうするかというと、この前髪に属するこの上の部分のレイヤーというのはやっぱり非常に動きが欲しい部分だし、動きをつけなきゃいけない部分なので、ここの部分はハイレイヤー、ただそのハイレイヤーから下、このアウトラインにつながっていく部分っていうのをハイレイヤーで切ってしまうと、どうしても毛先が細くなりすぎて、細くなるイコール毛先に力がなくなって跳ねやすくなったり収まりが悪くなるので、ハイレイヤーで動かす部分から下にローレイヤーに角度を落としていくことによって、毛先に厚みがあるレイヤーを作ることによって1段目のフェイスラインのレイヤーを2つのレイヤーの入れ方をコンビネーションですることによって、より再現性が高くなるスタイルに作っていくように切っていきます。レイヤーの部分なんで少しストロークが短いハサミの方に変えて、で、しっかりと頭皮に対して90度に角度を上げてフェイスラインにレイヤーを入れていきます。これがガイドになります。で、2戦目、ちょうどここのこめかみの部分ですね、ここまでをハイレイヤーで切っていきます。ラウンド型のレイヤー、ハイレイヤーが入りました。少し丸く取って角度を落としながら先ほどのレイヤーにカットを合わせていきます。 R 状に丸くコーミングをしながら切ります。で、この時もハサミを滑らして切るんではなくて、必ずちゃんと切ることによって毛先に力を生んで再現性が高いヘアスタイルを作ることを心がけます。重要なのが、ここに今コーナーが残ってるんですけれども、ここのコーナーを残してレイヤーを入れることが非常に大事です。なぜかというと、ここのコーナーをがあることによって、ここのレイヤーと後ろから来てるアウトラインの外跳ねがここで当たることによって、ここに外跳ねの力が加わるので、スタイリングが非常に楽になるからです。
でこれで、アウトラインとまずフェイスラインの1段目のレイヤーが出来上がりました。次にトップからアンダーへかけてのレイヤーを入れていきます。でまずトップのセンターにガイドを作ります。でこの時に、結構コーミングが重要で、いわゆるこういうふうにコーミングをするとここのシェイプが前から見た時に直角三角形にやっぱりこっち側からコーミングをするとなりやすいんですよね。そうすると直角三角形の連続でここのレイヤーを切っていくと左側が目に見えないその誤差で長くなるんですよ。そうすると再現性が悪くなるので、レイヤーを入れる時のコーミングで絶対的に大事なのが、入れたら真上に引き出す。直角コーミングをすることによってここに二等辺三角形のシェイプが生まれるので、その二等辺三角形によって入れていくトップのこのレイヤーが一番正確性があるレイヤーなので、必ずそのコーミングにはすごくこだわってカットをします。先ほど切ったフェイスラインのこのガイドに合わせてこれをレイヤーカットをしていきます。で次にトップにガイドを作っていきます。トップのコーミングも入れたら直角に真上に引き出す直角コーミングで切ります。ベースカットをいかにその正しく正確に切るかっていうのがもう全てだと思ってるので、ここをやっぱりちょっとの誤差でもありながら形を作っていくと、お客様にとっては乾かした時になんかちょっと収まらないんだよねとか、なんかこっち側に流れるとか、やっぱりそういうことが起きやすいんで、そういうことをやっぱり自分のそのコンセプト的にはなくしたいと。乾かしただけで決まるスタイルっていうのがコンセプトです。同じようにコーミングをしてレイヤーを切っていきます。そうするとここに先ほどのガイドがありますので、このガイドに合わせて切ります。時間がかかるカットっていうのは無駄が多い、いらないこの工程を入れるからカットっていうのは時間がかかるのであって、ゴールに対して一番最短距離で行けばカットって実はそんなに時間がかからないんですね。基本的に初めに決めたそのフォルムとかそういうものを切るときにいかに無駄を省いて切っていくのかっていうのが、やっぱり無駄を省きながらスピーディーに形を作るということにつながると思うので、こういうふうに1回コームを入れたら必ずワンパネルワンシェイプっていうことを心がけて、だから僕のカットは非常にシンプルですけども、再現性に関しては多分本当に誰にも負けないぐらい、お客さんからの評価っていうのはすごく高いと思います。次はこのミドルからアンダーにかけてレイヤーを入れていきます。でしっかり先ほども言ったように、もともと頭の形はいいんですけども、さらにメリハリをつけるために、頭の形を利用したコンケーブを作っていきます。バックセンターから入れて、ここに先ほど切ったワンレングスのガイドがありますから、これを同じように入れて、まっすぐ下から垂直にストレートに切っていきます。でストレートに切るだけで頭の形がへこんでるので、そのまっすぐに切ってるんだけど下ろした時にはここにコンケーブができてるっていう状況を作ります。なので逆に言うと、頭の形がフラットの人の場合はカットのラインでコンケーブを作らないといけないので、こう引き出した時にはここにへこみができるようなラインを作らないといけないんですけども、それは骨格によってカットのその切るデザインっていうのを変えていきます。サイドに行くに従って90度、100度、110度、120度っていうことで角度を上げていくことによって下にカットラインの穴が開かないように切っていきます。こうすることによってここの下の部分は長さを切らないので厚みが残るという形になってます。フェイスラインまで切り進みます。結構こういうふうにブラントカットでベースカットをこうちゃんと切ると硬い形になるんじゃないかって結構質問を受けたりするんですけれども、頭の形をきちんと考えながらベースカットっていうのをブラントカットで切っていくと、髪を下ろした時にこの硬さっていうのは一切出ないので、それをやっぱり作ることが、骨格を理解してベースカットをするということがすごく重要なことだと思ってます。フォルムをまっすぐ切るんですけど、本当にね、下ろした髪の毛は僕の性格のように柔らかいって
ってね。でこれで今フォルムが切り終わりました。彼女の場合はそぎになるんですけれども、髪質とか髪のその太さとかそういう状況によっていろいろ変えます。で彼女の場合は髪の毛もともと細いので、ウェットの状態の時にあまり量感を取りすぎると当然そのフォルムが壊れやすくなるので、例えばサイドなんかはもうウェットの状態ではそぎを入れないで、この後ろのちょっと量感が多い部分だけ少しだけそぎを入れていきます。シルバーの方は少し取れ率が甘くて、こっちの方がどっちかというとちょっとしっかり取れやすいハサミなので、今日の彼女の髪質と、まあ、量感を考慮して取れづらい方で切っていきます。でまず後ろからですね、バックポイントから下の部分で取って、束感動きを出す、そぎはこの後ドライカットの時にするんで、今はこのうっすらと全体を量感を少しだけ取るようにムービングそぎという、引き切りをしながらセニングで全体をフォルムを壊さないようにしながら少しだけ量感を調整する切り方をやっていきます。なので毛先3分の1にこういうふうに少し引き切りをしながら、こういう形で全体に薄く量感を取っていきます。この時にこの彼女の場合は細いので、早めにこういうふうに手をリードして髪を逃がしながら削いでいくことが大事で、そうしないとゆっくりこの手をリードしていくとこっちでハサミで切れすぎてしまうんで、リードをする手とハサミのこの開閉をうまく髪の量に合わせながらすることが大事です。で次のミドルセクションですね。でこの部分は、レイヤーが結構上にしっかり入っているので、ドライカットで切るのでこのまま置いておきます。でちょっと毛先にオイルをつけてから乾かします。結構乾かす時も大事で、まずこういうふうに根元を風量の強いドライヤーを使ってしたら、つむじからこういうふうに顎先に向かって乾かしてくださいねってすごく説明するんですけども、なんでそれが大事かっていうと、髪の毛を乾かすときに普通みんなドライヤー前に持つんで、やっぱこうやって乾かしやすいんですよね。そうすると根元がこういうふうに後ろ向いて、そうするとせっかく顔を小さく見せるデザインに切ってるのに結構顔が大きく見えるような仕上がりになったりとか、根元がこう後ろ向くと髪の毛がやっぱ老けやすい。だからそれを防ぐために、特にこの顔周りも含めてこうキュッと締めてもらうために、根元をザーッと乾かした後はこういう形でフェイスラインも含めて顔にこうかかるようにわざと必ず家でも乾かしてくださいねって言って説明をすごくしっかりします。まだ質感カットしてないんですけれども、これぐらいもうメリハリがついて顔の形がカバーされていて、で今からこの雰囲気を見ながら少しそぎを入れていきます。彼女の髪質的にやっぱりこのアウトライン、ここをあまりそぎすぎると結構やっぱり力がなくなって再現性弱くなるんで、ちょっとアウトラインは少しブロッキングをこれぐらいですね、厚めに取りながら間を細かくちょっとだけ取ります。髪を削いで先細りにして動かすスタイルではなくて、髪の間をハイライト状に取ることによって、毛先は厚みがあるんだけど隣の毛をなくすことによって毛を動かすっていう仕組みで削ぎをします。こうするとこういうふうに分かりますかね、毛先ちょっとプツプツっと残りながらこの間がないっていう。ただこのプツプツだと今度このプツプツが気になるじゃないですか。これあるんですよ、必殺技が。それはもう次回、今日やりますよ、今日やりますけど、この間を間引くそぎをすることによって毛先がやっぱり形がしっかりと残っていくので、一番やっぱり今のこの時代に合ってるんです。で今これ型が終わったんですけども、でさっき言ったこのぶつ切りのところね、これを今から解消するようにクロスオーバーカットっていう、こういうふうにしっかりとカットを落ちる位置でパネリングをしながら裏返します。そしたら裏返したらこれがカットのレイヤーのラインが見えるところを、この毛先の2ミリの部分をセニングの根元で切っていきます。切るというか紡ぐっていうイメージですね。でこうやって少しずつそのラインに沿って毛先をこういうふうにセニングでクロスオーバーカットを入れていくと、で後ろのアウトラインを
でアウトライン入れた後はここの上にレイヤーの入れた部分もパネリングをして毛先をなじませて、このハイレイヤー入れてる部分ですね、ここもしっかりと。でこうするとこうやって動かした時にほらさっきとどうですかっていう、あの間が抜いたカットプラスこのクロスオーバーカットによって毛先がプツプツっていうのが和らいで、動きが出ながらフォルムがしっかりできてるっていう仕上がりになるんですよね。で今から顔周りのその小顔カットの部分と2番目のそのレイヤーの部分を作っていきます。でうちのその前髪カットのこだわりは、とにかく前髪をメインバングっていうこのおでこに下ろす部分とサイドバングというこの横に来る前髪っていうのをブロッキングをして、きちんとそれぞれをロジカルに切るっていうことが他のデザインと絶対的に違うところなんですよね。例えば彼女の場合だったらおもながだから、前髪のこのメインバングは少し幅が広い方が顔が小さく見やすいんで、じゃあまずメインバングは幅を少し広めにこの目尻のところに来るぐらいで、本当は前髪が透けない感じがいいんですけども、でもそれでも今のトレンド感で言えば厚い前髪っていうのはあまりないので、薄めにしながら下ろして幅を広く取ってデザインする、このじゃあメインバングにしましょうということで、これがまず彼女にとって一番似合うメインバングの奥行きと幅になります。じゃあまずセンターからガイドを取って、で短くしすぎると当然ここの肌の距離が長くなるじゃないですか。ちょっと長めの前髪にします。これでガイド切ります。ガイドを切った時点で少し目にかかるかかからないかぐらいですね。でこの前髪のラインなんですけども、このラインをラウンドに切れば切るほど当然サイドが長くなるんで、サイドが長くなると顔が狭まってくるんで顔が長く見えますよね。だからそうならないようにラウンドになりすぎないように前髪のデザインを切っていきます。ちょっと横が長いっていうぐらいですね。で反対側で、ここでちょっと見てほしいのが、こっちとか結構跳ねやすそうじゃないですか。でやっぱり少しでもラウンドに切ると当然髪が伸びてきたら横に流すことになるんで、横に流せばこっちが跳ねやすくなるんですね。それをカバーする方法が、前髪を取って根元を潰してで逆側にコーミングをして、毛先から出てくるこの内側の髪、ここをこっち側からこっちの力を加えて内側を切っとくんですよ。そうすると時間が経っても跳ねない、ダブルレイヤーのこのサイドを切るんですけども、ここが言ったらここの前髪と近いと、要はさっきも言ったようにサイドバングが横の幅を狭く見えて顔が長く見えやすいんで、このダブルレイヤーになるこのサイドバングの部分は顔のここにボリュームがこう来るようなレイヤーとしてイメージを作って切るので、でそれをどう切るかっていうと、すごくシンプルなんですけども、先ほどはここの一緒のつながりでこういうふうに前上がりに切ってます。今これがこういう形でこっち側が短い、こういう前上がりになっているのを、ここのラインは切らないでここをこう切るって感じですね。のために下ろして、で今こう前下がりになっているここですね、これをこういうこうです。でこう切ることによって顔の横に来るラインを作ると。でこういうふうにここで前下がりのラインを入れることによって、ここがこういうふうな毛束感になるから、この顔の横もフォルムでもコントロールするし、フェイスラインのレイヤーでもコントロールする。でこの前髪で縦幅を小さく見せて顔をより小さく見せるっていうメインバングとサイドバング、そうするとここにもボリュームがありくびれっていう、これで完成ですね。スタイリングは50年ローンで買ったこちらを今日は使います。ストレートアイロンでちょっと形を作っていくんですけども、丸いコテでやるとやっぱりどうしてもそのちょっとフェミニン感が強く出てしまいます。今回はストレートアイロンを使ってやっていきます。こういうふうに何回もちょっと入れながら、この櫛でカールをこういう方向性をコントロールすることが大事で、やっぱこの髪の形って冷ます時にどうするかがもう一番大事なんで、
で前に引きながら、でそうするとこういうふうにちょうどストレートらしアイロンらしいカールにしながらこうフォワードに形を作っていくと、外跳ねらしい外跳ねになるとあんまりその可愛くないので、こうしながら毛先でこういうふうにコーミングで熱を加えるだけで、このコーミングでこういうふうに反るような感じにする、前髪を触るか触らないかぐらいの感じで、でこのコームで毛流れを少し流すんで、こういうふうに冷ましながらこう持っていくと。で先ほども言ってたように、やっぱこっちの目の方に少しだけ隙間があった方がいいので、それもちょっと考慮しながら、そうするとこうちょっと根元を持ち上げるだけでこういうエアリー感がベースとして出来上がると。オイルですね、お気に入りのこのオイル、別にあのスポンサーされてるわけではありません。でまあ彼女の場合は髪細いんで、ちょっと後ろからちょっとこういうふうにオイルだけどちょっと揉み込むようにして、フェイスラインのこう細かいところもちょっとオイルがついてる方が可愛いので、ちょっとこういうところもつけつつ、で少しだけ残ってるので、もう前髪もこの根元からつけちゃいます。でオイルだけだとちょっと力が足りないんで、そこでこれミルボンのジェミールフランですね。別に宣伝してるわけではないです。ミルボンさん見てますか？でちょっとより束感が出るように、でちょっとこれで仕上げていきます。顔周りはその2種類のレイヤー、結果的には2種類のレイヤーになることによって、ここの前下がりに切ったサイドバングとこのサイドで切ったレイヤーがこういうふうに重なり合うことによってダブルレイヤーみたいに見えて、で前髪はちょっと長めで目にギリギリかかるぐらいだけど、少しこっちの目を際立つためにこちらに隙間が多く見えるようなデザインにして、顔を幅を広く取りながら顔をデザインで見せるのと、ここ顔隠れてんだけどここにボリュームがあることによってこの一体感が出るんですね、このフォルムとともに。そうするとここにボリュームがあるように見えてくびれができるので、結果顔が丸く見えることによって顔が小さく見えるっていうことになるんで、この顔に印象深くかけてる髪があるから顔が細く見えるっていうロジックじゃなくて、ここの丸さとフォルムの丸さで顔を丸く見せてるっていうような小顔の見せ方なんで、丸顔とかベース顔の場合だと、例えばこの横に髪があることによって横幅を狭くするっていうようなロジックで顔を小さく見せることもあるし、このフォルムの一体感を作ることによって顔として見せることによって小さく見せるっていうような見せ方もあるんで、まあそれはそのデザインとかお客さんの顔型によってちょっと変わっていくかなっていう感じですね。じゃあ皆さんありがとうございました。まあ今日は本当にその自分がサロンワークでやってる本当にもう超リアルな技術とその考え方っていうのを見てもらったんですけども、僕が思うその自分たちの価値っていうのは、そのやっぱりいかにお客さんに喜んでいただけるかっていうことだといつも常々思ってて、やっぱりそのお客さんの支持があるからこそ自分たちのその価値が生まれると思ってるんで、そのお客さんがやっぱり持ってる本質とかお客さんのその良さとか、本人がまだ気づいてないところとかを僕らがヘアデザインとかメイクとかそういうものでこう引き出してあげて、お客さんのライフスタイルをやっぱりこうアクティビティにしてあげるっていうのがすごくやっぱりいつも自分が思ってることなんで、そういうことを今日こう詰め込んでお伝えしたんですけども、少しでもその皆さんのお役に立てればいいと思いますので、取り入れるところは取り入れてみていただけると
嬉しいので、モデルさんも綺麗になりましたんで、イエーイ。ここ YouTube 的に。